はい、皆さんボンジョルのブリーダーの中島と、おはようございます、鳥くんです。おはようございます、鳥くん。おはようございます、よろしくお願いします。現在朝の7時ぐらい。ああ、いい天気ですね、今日もね。いい天気ですね、恵まれてますね。あ、ですね、オープンデーです。1日目が昨日終わって終わりましたね。2日目の朝、はい、気持ちいいですね。すがすがしい。ただ1日目喋りすぎて私は声が出ません。まだお客様いらっしゃってないので、会場と畑の様子をご案内しようと思います。題してバーチャルツアー。題した意味あんまない。オープンでこうやって入り口から入ってきますと、まあね、自設柄検温所がございます。検温所ちょっと道具出てないですけどね、これ鳥くんピッとね、こう体温を測っていただいて、はい、まあ、マスクつけていただいて、どうぞということになります。トラブル今のところないんでね、これね。そうですね、去年も実施してましたので、ね、はい、まあ、皆さんもね、対策しっかりされて、この新しい生活環境にも慣れてらっしゃるなという印象ですね。おはようございます。オーガやり取れました。オーガ取れましたね。こちらが受付になります。こちらでね、チケットを引き返していただいて、入場ということになりますね。はい、これいいでしょ、かわいいよね。かわいい、ふわふわ、華やかだよね。はい、ね、今までにはなかったですね。まあ、でも受付は結構こわもてのおっさんが並んでるよね。そんなことないですよ。そんなことないです。お姉さんも並んでます。こちらね、看板出てますけど、今年のテーマ、おいしいものは体にいい。おいしいものは体にいいがテーマですよね。で、はい、あなたの野菜は何色と、野菜をね、色で分類して、どの野菜にどんな栄養分が含まれてて、どんな効果があるのかっていうのをね、補助の至るところに展示してありますよね。はい、あれ鳥くん頑張って作りましたね。鳥くんが、はい、先生にアドバイスいただきながら作りました。作りましたね。わかりやすいですね。そうですか、ありがとうございます。これこの看板もすごくわかりやすいですけど、ここら辺ちょっとわかりにくくないですか。黒と白でしょ。そうなんですよ、黒い野菜に白い野菜が入ってるという。そう。んってなるけど、でもまあ面白いよね。一応クロロゲン酸枠、見た目とまあ大体合ってるけど、合ってないのもあるんだよね。そう、ちょっとこの分け方もビジュアルに寄せるか、栄養面のその色素的なとこに寄せるかで、うん、正直中間みたいなものもあったりするんだ。あります、あります。ただこうやって分けて考えることで、あ、今日はね、黄色と赤と黒の野菜の料理を食べようとか、あ、ってことは体のこういうとこにいいんだなとかね、うん、逆に、あ、ちょっと疲れ気味だからこの色とこの色の野菜食べようかなとか、そういうことも考えられるしね、うんうん、バランス、うん、考えられるもんね。いろんな色を食べてほしいです。はい、ネギのね、表情に来ましたが、どうですかこれ。ネギバーベキューオニオンっていうのかね。ダディが大喜びですね。ダディ大喜びですね。これですよ、おいしい日本プロジェクト。我々国内ではね、グストイタリアプロジェクトって、イタリア野菜を食べようということでイタリア野菜を展開して、この YouTube もグストイタリアチャンネルなんですけど、実はおいしい日本プロジェクト、海外に向けてはおいしい日本を食べましょうということで別のプロジェクトが展開中でございます。でね、下にの概要欄に URL 貼っときますけれども、実はおいしい日本プロジェクトチャンネルっていうのを時田市病アメリカのね、クリスっていうスタッフがやっていて、再生回数がなかなか伸びてないよね。クリスすごい、動画自体はとても面白いですね。我々がやってる動画よりもむちゃくちゃクオリティ高いよね。し、アメリカの畑ってこんな感じなんだっていう。そう。あとアメリカ、クリスってもう典型的なアメリカ人なんですけど、フットボール、アメリカンフットボールやってたね、元選手なんですが。あ、へえ。そうなんだよ。で、奥様とね、可愛いお子様がいて、そう自分のお子さん、子供にね、ネギ食べさせて、ヤミーみたいなことやってますよね。可愛い。すごいいいチャンネルなので、ぜひね、英語わからなくても楽しめると思いますので、うん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 、見てみてください。はい、美味しい日本プロジェクトですね。ネギアメリカにも海外にも展開中です。うん、はい、ネギの展示補助なんですけど、まあ、向こうにね、品種たくさん植わってるんですが、時田チャンネル。グストイタリアチャンネルとは違う時田チャンネルというね、公式チャンネル、両方公式だよね。うん、まあでもどちらかといえば向こうの方が公式かな。イタリア野菜だけじゃなくて一般品目についてね、やってるチャンネルがあるんですけど、そちらのチャンネルの紹介がこちらでしてあります。これすごいのがね、ここに植わってるネギはその時田市病チャンネルのネギの紹介のところの時に発種して育苗して剪定して定植して土落としして、はい、土寄せして
をもうずっと一貫してあのご紹介してきたのがここにございますよというのを、ね、やってんだよ。すごいよね、ちゃんとやったよね。ちゃんとやったし、羨ましい再生回数ですよね。羨ましい再生回数、ね、ちょっと妬みひがみが。時田種苗のネギはね、結構品種も本当にいいので、時田ネギとかで検索される方すごく多いんだと思うんだよね。で登場されてる方もね、いいんでしょうね、あれね。ねえ、ちょっとういういしさがある、ういういしさがある、若いね、可愛らしい女の子が出てるね。ちょっとフレッシュ感がね。おっさんはちょっとね、きついなかもしれない。まあね、おっさんにはおっさんの良さがありますからね。そうですね、ボンジョルノって言わないですからね。そうですね、ちょっと結構真面目系、なんか NHK みたいなチャンネルですよね。NHK みたいなチャンネル。でもね、技術的なことはよくわかるよね。いや、だってね、しっかりブリーダーが監修してますからね。そう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 、ブリーダー監修で、実際あの映ってる、登場してる女性もこの栽培を実際にやってる女性なんですよね、うん、グストでいうとこのカエル君、さかなクンみたいな人、うんうん、まあ、技術のある子がやってますしね、うん、非常に面白いね、はい、嫉妬しかないね。今朝の時間でね、お客さんいないからかもしれないけど、あれは種屋さん、種の橋本さん、はい、有名 YouTuber ですね。種の橋本チャンネル、ね、うん、撮影中ですね。じゃ邪魔をしてしまいますね、これ。邪魔をしないように次行きますか、ちょっと。ちょっとネギを飛ばしていきますか、うん、ネギ最後で。あれ、種は橋本チャンネルとね、その後ろはあのうちの茨城県の営業マンですね。で、喋っているのは本沢先生ですね。本沢先生ですね。はい、全然時田種苗のチャンネルには登場しないのに、橋本さんの先生になっちゃってる。でも本当ね、先生ですからね、生き字引ですね。いや本当にあのさっきの時田種苗チャンネルと種の橋本さんの本沢先生の話を聞けばもうバッチリですね。ネギは先生たくさんいんだよね。本当は時田種苗がいかにネギに力入ってるか分かると思いますよね。すごいね。うん、我々はちょっとこっそり次行きますか。ちょっとね、もうちょっと離れますか。そうですね。というわけでね、有名 YouTuber が撮影されてましたので、ハウスの中にやってまいりましたよ。避難、こちらで、ね、遠藤の展示ハウスになります。遠藤豆だけでここ1頭ドーンと使ってるんですけど、実は時田種苗、私入社した頃からかな、嘘だ、もっと前ですね、ユーサヤっていう品種を取り組まれてますか、うん、知ってるよね。はい、カタログに載ってますね。あれね、あのすごい古い品種なんだけど、むちゃくちゃヒット商品なんですよ、実は。あ、そうなんですか。遠藤っていう作物自体がちょっと地味なので、うん、まあ地味って言うと怒られちゃうけど、地味でしょ。まあね、あんまそんな毎日食べるもんじゃないし、うん、だけど、関東から北の東北の遠藤の産地はほとんどが時田種苗のユーサヤを作ってる。マジっすか、うん、へえ。しかもあの品種改良した育成者ブリーダーはユーさんっていうね、その人の名前とってユーサヤなんて言われるね。すごいですね。すごくないですか。あの本沢先生と同世代の方なんだけどね。そのユーサヤの大ヒットからもうかれこれ20年以上経ってるんですけど、うん、エンドウ豆の品種改良はずっと継続してました。でね、ついにできたのが筋なしのサヤエンドウ、筋ナインっていうねシリーズができたんですよね。でエンドウっていろんなタイプがあるので、筋ナインなんとかとかなんとか筋ナインっていう名前で品種名たくさんついていろいろ今リリースし始めてるところなんですけど、これなんとユーサヤタイプ、ユーサヤと同じ使い方のできるユーサヤの筋がない筋ナイン。筋がありません筋ナインですよ。どうですかこれ。ユーサヤを知っていること前提の命名ですね。うん、もうちょっとね。ユーサヤ筋ナインってすごい合体しましたね。情報量多いよね。うん。ちょっといやいやわけわかんないけど、ね。うん。まあでもユーサヤを作ってる産地の方、うんうん、ユーサヤユーサヤってなってる方には、あ、ユーサヤの筋がないタイプかってなるってすごくわかりやすいと思うんだけど、うん、すげえ取ってあるね。これだから昨日お客さんが多分取って確認したんだろうね。そうですね。なんかその筋が実際にないのを体験できる回が。あったみたい。本当はこうやってね筋取りの作業必要なんだけど、サヤエンドウってこれ見てくださいね、パキッポロッね、取れるんだよ ね、 ここがね。結構豆膨らんでてもそうそう、これなんてちょっと遅いでしょもう取るのね、はい、こほらね、うん、サクサクしてます。ほらもうここ筋がないので、本当だ、ピーってならないです、ね、ならないんですよ。で食べても、あー美味しいよね、甘い。うん、筋美味しいですよね。美味しい、甘い。この弊社のえぐみが系統、うん、ないよ、ないない、うん、そうなんですよ。でこの筋ナインシリーズがここに、ユーサヤタイプの筋ナイン、こっち側にはね、なんとスナップエンドウ、スナップってこうやって膨らむね、あー肉の厚い美味しいやつ、これも
金鞘よりはポピュラーなんじゃないですか。筋ない、ね、おお。ないんだよね。すごいできたんですよ。できたんです。前担当者もね頑張ってやってましたけど、筋がないというよりは筋が極めて薄いっていうことですよね。そう、遠藤のね筋ってあれ胃管束ってあの、うん、水とか栄養を運ぶ管なんだよね、うんうん、その管が切れやすい、ないとね、血管ない人間みたいな、まあ、そうですよね、生きていけない、生きていけないんだけど、あるんだけどそれがプチッと切れやすいっていうことでね、はあ、でこれがあれば遠藤食べる時のあの筋取りの作業、あれ結構地味にめんどくさいですよね。あれ家でやるのもめんどくさいけど、例えばさその業務加工のね、その業務で使うとかっていう方なんてすげえ大変なわけじゃん。そうですね、それから解放されると、うん、しかも美味しい、栽培も簡単、最高、ね、最高最高という品種です。はい、ランニングバスケットあってね、かわいいですね。かわいいよね。これ、本当はこうさせたかった。運動会みたいですね。豆、ね、の花っていいですよね。うん、かわいいですね。スイートピー。あと、私、前に聞いたのが、うん、ここも食えるって。ああ、そうそうそう。豆のつるってすごくね、まあ、美味しいっていうよりは、まあ、食感が面白いよね。サクサクしてて。豆の味しますよね、ちゃんと。うん、あの、料理の飾りとかに、こう。花もね、実は美味しいんだよ、これもね。エディブルフラワー。うん、エディブルフラワーですね。うん、メルヘンですね、お花食べて、うん、豆の味だよね。そう、エディブルフラワーって正直味ってって感じありますけど、豆の花は美味しいですよね。そう、トウモロコシとかもね。あ、え、知ってる？え、ヒゲのとこ、ヒゲのとこ、あ、あれ美味しいですよね。あれ美味しい。というわけで、はい、ここは豆コンコーナーでした。はい、でした。朝だからね。ちょっとまだ舌が温まってないですね。でした。はい、こちら小松菜の展示補助です。本業、本業、本業、まあ、本業ね、本業っちゃ本業ですね。何を隠そう、ブリーダーの中島は小松菜を担当しています。はい、イタリア菜以外に小松菜を担当しています。小松菜って地味だね、こうやって見るとね。そういう、うん。まあでも、なんだろう、ちょっと褒め言葉ですけど、揃いすぎて気持ち悪いですね。あの、いい品種がいいとですね、うん、頭がビシッと揃うんですよね。そうですね、これね、いいんですよ品種が。いいんですよ。なんでしょうね、なんかグストにはあんまりないじゃないですか、こういう直巻き一発撮り作物って、ないよね。だから改めて見るとちょっとこう軍隊みたいな規律の良さがありますね。そうそうそう、あのグストで言うとね、セルバティカが葉物野菜で同じような作りするんだけど、あれやっぱりちょっと野生の血が残ってるというか、品種改良ってそんなに進んでないんだよね、うん、頑張ってやってんだけど、うん、その点ね、この小松菜は日本でもう江戸時代ぐらいからずっと歴史があって、品種改良がもうずっと継続されてて、うん、しかもあの、まあ、我々時田種苗ですけどね、他の種苗メーカーさんと競争しながらお互い高め合っていい品種を作ってやってるので、うん、まあ、結構来るとこまで来てる感じはするけどね。小松菜ってあの日本の各メーカー合わせたら何品種ぐらいあるんですか。いやいやいや、もうそれはとんでもない数だと思いますよ。とんでもない数、100は余裕に超えるんじゃないですかね。いや、なんかグッソでは考えられない。そう、レッドオーシャン、ね、レッドオーシャン、ね、もう通るとこありませんみたいな。そんな中で品種改良していかなきゃいけなくて、まあ、新しい品種ね、こうやって番号で夏の甲子園とか春の選抜っていう風にあの野球シリーズの名前がついてるんですが、それに加えた新しい品種っていうのはこう番号で今のところ展開しています。なんで野球シリーズなんですか。なんでだろうね。え、私中島さんがカープファンだからだとかだと思ってましたよ。ああ、そうかな。俺野球、まあ、野球好きなんだけどね、野球好きってこれドラフトが好きなんだよね。おう、あ、まあちょっと情報量多いから。野球好き。あと小松菜の農家さんってね、はい、特別かもしれないけど、まあ、他もそうなのかな、野球好きすごい多いの。あ、でもわかんない、あの私小松菜農家さんあんま行かないですけど、大抵甲子園やってる時期に農家さんのとこでちょっとあのお茶したりすると、うん、甲子園でついてるでしょ。ついてますね。見てるでしょ。見てる、あの小1時間試合見たりして。やっぱ地元に根ざした職業っていうのはあるのかな、農家さん。ああ、地元の野球少年とか野球チーム応援してて、あの子行ったなみたいな、プロになるぜとかっていうのが好きなんだよね。で、夏の甲子園、春の選抜とかね、はい、新しい品種008はね、もう非常に乾燥に強くて、まあ、品種名あえてつけるならもうあれですね、熱湯甲子園とかそういう感じでしょうね、これね。それ怒られるんじゃないですか。夏の甲子園決勝とかね。決勝。それちょっと面白いですね、うん、でも決勝あんまり品種じゃなかったなってなったら次ちょっと困るよね。準決勝とかなるよね。なんか敗者復活戦みたいな。負けてんじゃんだよ。
小松菜でした、はい、これ最新品種ね、冬の剛速球。あーちょっと私もイタリア野菜やってくださってる小松菜農家さんに試作出してますよ。あーありがとうございますね。どんな評価がいただけるか。これどう見て、あの立ってるでしょ、ビーンって。あーなんかすごいビンビンですね。うん、ビンビンです、うん、ビンビンで、でほら上から見ても隙間が少し見えるんだよね。あ、本当だ、スリム、スマート。他はね、もう結構ほら、あ、確かに、うん、開いてますね、うんうん、隣の品種と見比べると葉の立ちがちょっと寒いとね、小松菜ってちょっとずつ開くんだけど、こいつ寒くてもうビーンと立ってますね。ビンビンですよ、剛速球。ビンビンの剛速球ですよ。155キロぐらいで、はい、はい、そんな小松菜コーナーです、はい、でここから向こうはイタリア野菜もちろんなんですけど、はい、それに加えてね、トキタ種苗のちょっと特殊野菜というか、直売所や家庭菜園はもちろんなんですけど、うん、末端の消費者に方に訴えかけるというかね、うん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 、末端の方とても喜ぶんじゃないかなっていう野菜がバーッと入ってますね、はい、まずこれ和和菜ね。和和菜、私昨日生産者さんからすごいいい評価を EC でいただきましたよと。あららそう、いいじゃん、すごい EC で評価する時代なんだね。食べ直とかで出荷されてて、やっぱりあの箱に入るじゃないですか。入る、なんて言ったって、これだもんね、このサイズだったら。これなんてね、ほら北浦三つ葉連合組合、はい、茨城県産ね、はい、これあのあれだよ、これ実はね、家で食べるときは生で結構食べること多くて、うんうんうん、一枚一枚剥がしてレタスみたいに食べるんだよね、はい、で野菜室じゃなくてあれですよ、ドリンクホルダーですよ。あの牛乳パック入れるとこ、こっから取るよね。ペッ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 てまた戻しておく。うんうん、うん、そういうのできるんだよね、はいはいはい、本当新しい野菜の使い方、うん、ちょっと扉開いちゃったんじゃないですかっていう気はしてるんだけどね。でも結構前からありますか、和菜って。もうそれこそ10年選手じゃない。じゃやっと時代が追いついてきた感がありますね。うん、大体ね、時田種苗さんね、10年早いんだよね。先駆けちゃうから、ね、社員がちょっと飽きたくらいにヒットし始めるっていう、ね、そうね。あるよね、ちょっと和和祭リスタートというか、時田あるある、ね、うん、でこれあのね、 CR ってあの猫部病の大病性がつきましたよと、うん、あとカラシナがあったり、はい、うん、これチマディラパね、ずいぶん背丈が、そう、実は奥のが奥、真ん中より奥にあるのが、あれが今販売してるチマディラパのサレント。もう花が咲いてます、ね、花が咲いて、すごい早生の品種なんだよね、うん、で夏場でもあいつ収穫できるんだけど、うんうん、秋冬だとあえて花がどんどん咲いちゃうので、うん、ちょっとじっくり育つ奥手の品種もご紹介しています。まだこれ商品化されてないんだけどね、うん、ちょっと雰囲気あるでしょ、ブロッコリーみたいな雰囲気あるよね。なんかより油中らしいというか、うん、まだできてないって言うけどね。これいつ取れるんですか。もうすぐね、もうすぐ来ると思う。これ本当はオープンデーに間に合うと思ってあの栽培してたんだけど、割と間に合わなかった、奥手だった、割と奥手だった。でこれブロッコリーのスティッコリー、ブロッコリーのスティッコリーじゃないね、スティックブロッコリーのスティッコリーね、はい、これはできてるかな。これもまだちょっとなんだよね、もう少しなんだね。あ、かわいい、かわいいのが、そいつをつまんで脇から、そう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 、これをつまむとポキッとやると、これね、この脇、こういうのが、はい、見えないか、うんうん、これね、こういうのが伸びてくるんだよね、うんうん、それがこう伸びてくると、それを収穫するというのがスティッコリー、はい、それに対してこっちがブロフローレね、うん、これはブロッコリーができて、そのブロッコリーの一本一本がギューンって伸びて一発で収穫するのがブロフローレ、うん、カリフローレの仲間というか同じようなコンセプトだよね。この子も65の割にゆっくり、ちょっとね、ここの3ベッド、はい、遅れたね、なんかね。原因不明。ね、なんだろうね、ここだけの話、秘密な話なんですけど、ここね、ここだけちょっと低いんだよね、畑が。場所が悪い。あれあれはのあるんじゃないかなと思うんだけどね、ちょっと予定より遅れちゃいましたね。はい、カリフローレ、はい、カリフローレ100が新品種ですね。100が新品種ですね。100はね、さすがにね100ですね、やっぱこれは。よいしょ、あごめんね、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 うん、もう覗いたぐらいだね、赤ちゃんね。100はこのこういう関東平場で作るっていうよりは、ちょっと刺激ついちゃった。100はね、こういう関東平場で作るっていうよりはもう少し団地、そうですね、この間の動画でお話しされてましたね。そうそう、鹿児島とかね、千葉とか静岡とか愛知とかね、はい、
そういうところで作るんでしたよね、はい、これ収穫時期は8月30日の定食、まあ、9月の頭ぐらいの定食なので10月、11月、12月の中旬ぐらいにできるかな。あ、でもこの辺だと厳しいかもね。ちょっと霜とか当たっていたんじゃないそうですね。12月でもまだ霜降りないよっていう地域ならいけるという感じだね。うん、選ばれますね。で、まあ、それ以外にもあの各産地で実績のあるカリフローレ90も結構新しめの品種ですけど、もう結構仕上がってますね。90できてるね、うん、これ思ってたより早いんですね今年ね。あ、70はさすがのクオリティ、うん、70いいね、一番いいね、うん、ぴったりはまってすごい、うんうん、いい感じで、その後ろに80、はい、埋もれてます、埋もれてますけどねちょっと行くとびちゃびちゃになって行かなくていいですから今日朝露すごいですね。そうね、うん、昼夜の温度差が激しくなってすごい切る。これで温度が5度切ると霜になるという感じだろうね。要するにキラキラしてます。はい、あ、ケール、ケール、まあ、ケールはケールです。今年でも特徴として、うん、カリノケール HG、CG、ベルデ、それもこの間話しませんでした。話したね、あんまり差ないんだよね、はい、ホルツァー、カーボロネロね。カーボロネロも綺麗だね、朝ね。あ、おはようございます、さかなくんです。おはようございます。今日もオープンでよろしくお願いします。お願いします。声出てないじゃないですか、さかなくん。飲みすぎたんかい。これね、ここはね、秘密です。え、これ秘密の場所ですね。これ秘密でしょ。いいのかしら、インターネットに載せちゃって。どうでしょうか。カリフローレの紫バージョンです ね夢川ですね。夢川、夢川ですね、うん、夢川だよ。すごい、なんかサンゴみたいね、うん、グロいね、いやいやね。なんか原宿にいそうじゃないですか。原宿にいそう、うん、あ、もう超ウケるんですけど、ね、パクパク。あ、ね、まあ、あのこういう品種改良をしてて、うん、色をねつけようということでやってる、はい、まあ、途中ですね。まだ商品化されてないですし、うん、販売の目処も立ってないんですが、うん、こういうのいかがでしょうかねっていうお客様と今ね相談をしてるためにここに栽培をしてみました。いや、私オープンデーで見せるんだってちょっと思いましたね。うん、なんだろうね、自信の表れかね。そうですね。いや、でも実際昨日すごかったですよ、ね、もうこれ、ね、もう種売ってるんですかって言われて、ごめんなさいまだないんですみたいな。そう、じゃあ見せんじゃねえっていう話なんだけど。まあでも我々そのね、できましたお願いしますだけじゃなかなかね繋がっていかないし、うん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 、こういうのどうですかねっていうのを聞きながらで、うん、言われたことをまたこれに反映させて改良していくっていうのをやってますんで、ちょっと意見を聞いてるとこですね。うん、夢川カリフローレ。夢川、ね、もう一個はこれ、これ夢川って言わないよね、これは多分。これはどうなの？もうどうしちゃったんだろう。どうしちゃったんでしょう。ロマネスコですね。ロマネスコをカリフローレにしました。これね、伸びてるでしょ。伸びてる。こっち側にちょうど多分あれ、こっち側かロマネスコが。うんうんうん、入ってるんですけど、やっぱそれと比べると全然違うよね。うん、でっかいし、なんだろう、矢印がそこら中向いてるからどこ見ていいか分かんないみたいになるやつだよ ね、 ね、うん、あっち向いてホイって出したらって、ね、絶対勝てるみたいな。すごいんですよ。これもまだ試作品種なんですけど、もうちょっと精度を上げて商品化していこうというところですね。味は私前食べたんですけど、うん、やっぱロマネスコ売りで甘くて美味しかったです。あれだよね、なんかちょっと独特のこのほっこり感というかさ、うん、そうあるよね。ありますあります。美味しいんだよね。美味しい美味しい。これもすごい期待してるので、まあすごいでしょう。こんな世界どこ見てもないですよ。ね、溶き出し病というか、溶き出し病というか、ここにしかないよね、今ね。多分。ね。うん、なかなか、こんな、はい、まあ、これはまだ秘密です。あんまり人に言わないでください。もうネット載せてますよ、これ。これがあれですね。いよいよ、ラリッキョでございますよ。はい。奥手、ね、奥手品種、まあ、奥手品種はね、これ動画で話してるけど、うん、はい、ここじゃできないやつだからね。そうですね。やっぱ木がね、むちゃくちゃ暴れてるね。やっぱまだ余裕なんでしょうね、この気温帯とか。もうちょっと温度下がらないといけないんだろうね。うん、でこれがあのうちのエース品種ね、010っていうエース品種。010も結構ふんわりめ。いや、今年ねラディッキオもだから大きめにできてんだよね、全部ね。いや、各産地ちょっと遅れるでしょうね、みんな。ほとんど010ですから。いや、これでもねできてるね。ここ開けてあるけど、あ、本当だ、結構、うん、だから大きくできたんだよね今年ね。本当ですね。うん、そう、でもこれ和製品種だから、和製品種が、和製品種がいつもの010ぐらいのサイズだよね。そう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 。なんか、まあ、台風食らってないのとかね、うん、各種ストレスが少なかったんですね。うん、ふわふわできちゃってるんだろうなという気がしますね。
この辺もあのオープンで毎年見ていただけると去年と違うなとかって分かってね。そうですね、あ天候が違うからかとかね、分かって面白いんじゃないですか、ね、うんうん、ちらほら社員が集まってきましたね、2日目の準備をね始めてますね、はい、これ今年の目玉展示の一つなんですけど、タルディーボ、はい、イタリアの宝石へえって言われてるような気がしますでもイタリア野菜といえばタルディーボっていう方もね中にはいらっしゃいますよね。うん、いや私も実際に一緒にイタリア行ったじゃないですか。行きましたね。びっくりしましたよ。あ、一緒に行ったって2人じゃないですか、ね、あ、そうそう、ちょっとねそういう関係じゃないんでビジネスライクなんで、はい、あのお客様と一緒にね。ね、これねタルディーボまだちょっと足んないですね。ちょっと足んないよね、少し間に合わなかったんだけど。これでも実際掘り上げるのってもっと寒くなってからですよね。そう、あのこの時期だと早いんだよね、うん、でこの時期のあったかい温度が高すぎる時に掘り上げて水耕栽培をすると、うんうん、こうやってねちょっと色がねやっぱ乗らないんだよね。そういうことなんだ。そうで、これで気温がもう少し下がって、で水温が15度前後、12度から15度の間ぐらいを保つと、うん、真っ赤っかと真っ白、うんうんうん、でバッと上がってくるんだけど、へえ。ちょっとね、まあ少し暖かすぎてるね。日中がだってまだね20度近くまで上がるからね。そうですね、うん、あ、そうなんだ、羽が掘り上げるタイミングなんだ。それってそうなんだよね、まあ、こうやって畑で作ったものを掘り上げて、はい、でこういう桶に入れて水耕栽培をするという野菜だね。これあれですよね、遮光してないから葉っぱで束ねてるだけですよね。というかもっとデロデロに葉っぱがなっちゃってるのか、霜に当たって、向かないよ、葉っぱはこのままでいいのね。で本当はこれをねぎゅうぎゅうに詰めるのよ、うんうんうん、そうすると自動的にこの中が遮光されるというか光当たらなくなって、でまあできれば良しずでも上にかけてね、うんうんうん、やればいいのよね。ありがとうございます。カエルくん、カエルくん、カエルくん、おはようございます。カエルくん準備お願いします。お願いします。バッチリです。バッチリでしたね。